にすがってんのは果たしてどっちか。やめろ、これ以上兄貴を苦しめるな。杖上に投げ、やっぱ兄貴は最強だ。それでいい、また眠れ。押されてる、俺たち押されてるぜ。この雪村を行くぜ、野郎ども。今の状態ちょっとまずいかも。頼むぜ、そいつを倒せばこの場は収まる。行くぜ、野郎ども。最新の警戒を払い、とにかく押すのだ。ほほー、いろいろと嫌なことを思い出しそうだな。ただじゃないってのに。話持って帰ろうな。おう、かけれ。
大将をとんでもない事態に。牙を向け、甲斐の獣がいざなだれん。暴れる時は目の前で、そいつが俺のやり方だ。
田の副将は全く俺様が2番手なんて世も末だね。裏から大将を狙わせるほど無力はないぞ。サスケ、俺のことより戦況に気を取られろ。早く代わりの影を見つけろよ旦那。必ずや差し上がる。今だけは泣かせてくれ。武田の未来に担うと決めたのだ。武田全軍、この背を信じて続け。名乗ろうかな。皆の者、親方様の不在を守り抜こうぞ。
かれたくなきゃ逃げろ。一人生き残ったって仕方ないな。傷の一つも負わせてみせようぞ。行くぞ皆の者、出現すること雷帝のごとし。皆の者、ここは一つ拙者に任せい。いい波だったぜ。頼もう、浄土のばあちゃん、念仏を教えて。なんだ、俺らもおこぼれに預かりますかね。何が来たぜ。俺の必殺技効きやすね。風林火山、いずれにてほふられるが望みか。最新の警戒を払い、とにかく押すのだ。ほほう、わ、押すな。お前が先だろ。ヤグーティ深海の傷。攻められようとこの城明け渡しはせぬ。親方様より預かりしこの場譲れはせぬ。Yeah!
いやいやいや、お前が行けよ。俺はやだよ。突撃できる身の上が懐かしく羨ましき。やるぞ。珍しいものは見逃すなよ。兄貴。こんな時は、そうそう、攻撃砲だ。この雪村の魂も誰かが繋いで育てゆく。お祈りの間に終わっちまうぜ。大将であれとの皆の推挙、それに応えたい。お祈りの間に終わっちまうぜ。この雪村が武田を保つ、いや育てる。恐るは死にあらず、ただ果たせぬことのみ。なんだろう、親方様もこの緊張に幾度耐えたのか。武田が息の衰えぬこと、この雪村が示さん。行くぜ野郎ども。貝のトラメ、飛んだ後釜を残しおって。お祈りの間に終わっちまうぜ。もとよりこの雪村、貫く他に芸なき男。出過ぎてはまた皆にいさめられるか。もはや戦を修練とする日々は過ぎた。己の采配の拙さだと承知の上。雪村殿、我らは貴殿に救われているのですぞ。もはや柵の中の孤児ではいられぬ。この雪村に貝の虎の影を見よ。必要とあらば知略の戦もご覧に入れよう。
武田の者たち、お許しを親方様。これでどれだけの償いになったのか。いや、まだだ。俺はまだ決罪を許さねえ。仲間の仇を取る時がついに来た。兄貴！